はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は東京都港区浜松町にあるラーメンタワー芝大門本店さんにお邪魔していきたいと思います。東京ラーメン、あの醤油、透き通ったね、この醤油と塩ラーメン食べたいなと思ってます。それでは食べていきたいと思います。行ってきます。はい、店内にね入って注文しました。でね、もう一番近くでラーメンをね作ってるところが見れるので、とってもね楽しいです。ランチタイムサービスで小結び、はい、サービスでね、チャーシューも上にのっとってすごく嬉しいです。今回醤油と塩を食べたいと思います。炙り厚切りチャーシューがのった醤油ラーメンの中太ストレート麺を食べたいと思います。で、醤油ラーメン食べる前に塩ラーメンの縮れ麺で塩ラーメンを食べたいと思います。反対に言ってしまったけど楽しみです。はい、塩ラーメンがね到着しました。すごくね美味しそうです。炙りチャーシューがね、厚切りが2枚のっとって、三つ葉もねたっぷりで美味しそうです。スープもすごく美味しそう。それではいただきます。やっぱりスープからね味わいたいと思います。黄金色のねスープ、おいしい。煮干しのね味がふわっと、お塩もねまろやかでおいしい。でまた三つ葉がねすごくいい、おいしい。縮れ麺は中太ストレート麺を縮れにしてるそうなので、スープがね麺に絡む感じと歯ごたえをね味わってくださいっていうことで、すごく楽しみ。うん、美味しい。すごくね口にツルンって入った時が本当にねツルツルもちもちで、噛んだ時にね弾力があって美味しい。ありがとうございました。お願いします。お願いします。さっぱりの中にもコクがあってね美味しい。すごい三つ葉がね上品、美味しい。チャーシューもね食べてみたいと思います。柔らかい、柔らかい中にもね噛めば噛むほどこうチャーシューの旨味が出てきてね美味しい。もうつるって
朝からねがっつり食べたくなるラーメン、ゆずがね入っとって、またゆずと一緒に食べたら口の中がすごく爽やか、すごい2度3度ね楽しめるスープ、ちょっともうがっつり飲みたい。あー、美味しい。旨味オイルがね乗っかっとるのをね、普通にねがっつり飲んだらそれがキューってねムーを通る感じ、美味しい。もうね優しい煮干し、それに合わさったこう豚骨鶏ガラ、美味しい。美味しい、染み渡っていく体の中。ラーメン刻み2丁です。すごく美味しい。三つ葉と柚子のアクセントが本当にね口の中でいろんな味に変化させてくれる。このスープでねビールが進みそう。美味しい。ちょっとこれでおにぎりをね食べてみたい。おにぎりをね口に入れてスープ流し込むと最高に美味しい。はい、まずラーメン半玉です。美味しかった。すごくあっさりやのにすごい奥の深い塩ラーメンでした。おにぎりのね上に乗っとったチャーシューほんのりね甘くて美味しい。最後にね食べるのはお店の方おすすめの厚切りチャーシューの醤油ラーメン、チューブとストレート麺、味付け半熟卵トッピングのねラーメンになります。もうね三つ葉と柚子はね一緒に美味しそう。なんかすごいこってり感がなんか出た感じがする。飲んでみよう、スープから。すごいお醤油もねちょっと甘みのあるお醤油を使ってるって書いてあるけん楽しみ。甘い、あのほんのりね甘みが口の中に広がる。あ、また塩ラーメンと違う。おいしい。ふわってお醤油が香る感じ、おいしい。チャーシューもねすごいホロホロ、もうね持ち上げたらねこう真ん中から裂ける感じ。ちょっと麺を先食べてみようか。麺はストレート、チューブとストレート。はい、ラーメン、チーズラーメン、一丁です。縮れとね、また、ガラッと変わる。すごいもちもち。あっちうん、味付け煮卵、三つ葉をのっけて、
これは飲みたくなる。おいしい。純正ラードで熱さを閉じ込めてる。このね、熱さを保ってる秘訣は純正ラードだそうです。だけんこういつまでもね、熱いねスープが飲める。猫舌やけど、またその熱さがね口に運んだ時にね、美味しさをね運んで一緒に来てくれる。醤油ラーメン、がっつりなんか醤油って感じがするんかと思ったけど、もうほんのりね醤油の香りがついてくる感じ。スープにブレンドされて美味しいんやと思う。メモが出てきた。すごく美味しい。あ、美味しい。お店の、ね、方が教えてくれたピリ辛、激辛、激辛になるのかな、からしネギ手作りの、これを入れて食べたいと思います。これね、あの結構辛いのでちょっとずつ入れて食べてみてくださいって言ったので、これぐらい入れてみたいと思います。ちょっとスープに溶いてください。あ、味がね面白いぐらいガラッと変わる。辛かった。すごいね、旨み、甘み、辛み、最高のコラボ。またね、ガラッて変わってね、すごく楽しい、美味しい。チャーシュー持ち上げたらすごいホロホロ。おいしい。柔らかくてね、チャーシューにしっかり味が染み込んどるけん、おいしい。噛めば噛むほどじわーって。本当にね、冷めない。おいしい。もうちょっと辛ネギ入れよう。これね、癖になる。ちょっと多めで入れてみる。これはね、入れて食べてもらいたい。おいしい。ありがとうございました。こう優しいね、醤油ラーメンからね、しまったね醤油ラーメンに変身する、たまらん美味しい。美味しい。結構ね、このチャーシュー食べ応えがある。
これはね、飲みたくなる。スープが最高。最後のね、チャーシュー。お腹いっぱいになった。はい、いらっしゃいませ。本当にこのね、スープが最高に美味しい。ラーメン2丁です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しい塩ラーメンと炙り厚切りチャーシュー麺でした。もうね、炙りが言えんかった。とっても美味しかったです。本当にスープがね、もう味が口の中で変化して変化していくね、ラーメンで。しじれ麺とチューブとストレート麺とのね、こうもちもちと歯ごたえの感触も美味しかったです。最高に美味しいラーメンでした。楽しく見てもらえたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。でも美味しいラーメンでした。お腹いっぱいです。ごちそうさまです。以上、ポテリンコでした。バイバイ。